社交不安障害あるいは社交恐怖とは愚かに見えないか場にあっていないのではというように他人に恥ずかしめられることに強い不安を感じるために社交状況を避けたり耐えたりすることによって相当な苦痛があるまたは生活に重大な支障があるという精神障害である対して正常な打ち気は単に知り合いのいないパーティーを怖がるといったものである対して 社交不安障害では、そうした社交状況において、ほぼ毎回、動機、下痢、発汗、時にパニック発作といった不安症状が起こる。2008年に日本精神神経学会は、社会から社交へと訳語を変更した。以前の DSM4 では、社会恐怖と社会不安障害の兵器それ以前の DSM3 では、社会恐怖である。 対人恐怖の概念と似ているとする意見がある。治療は認知行動療法が優先され、薬物療法では選択的セロトニン再取り込み阻害薬であり、反応が部分的である場合に、これらが併用される。子供や若年者での薬物療法や大人でのスリー以外の薬は推奨されない。具体的な治療法については、社交不安障害治療を参照。 人から注目を集める場面において、誰しも不安を感じることがあり、それを上がり症と呼んだり、特に上がりやすい人をシャイと呼んだりする。通常は、そういった場面になれるうちに上がりにくくなるものであり、身体的な症状はあまり発現しない。これに対して、社交不安障害は、対人場面で過剰な不安や緊張が誘発されるあまり、動機、震え吐き気、赤面、 発汗などの身体症状が強く発現し、そういった場面にはなかなかなれないため、対人関係がうまく気づけず集団の中で孤立してしまったり、例えしなければならないことであっても、対人場面を次第に避けるようになり、日常生活に多大な影響を及ぼす点が異なる。社交不安障害患者が強い不安を感じる場面として最も多いのが見知らぬ人や、 少し顔見知りの人との会話と、人前での発言、スピーチ、ついで、権威がある人との面談、会話、会社で電話を取る、受付で手続きをする、人前で文字を書く、人前でご飯を食べる、会食やパーティーに参加するなどである。このような場面で、社交不安障害患者には、様々な症状が体に現れる。強い不安を感じる、強い緊張を感じる、頭が、 真っ白になり何も答えられない、声が震える、声が出ない、手足の震え、めまい、動機、口が乾く、赤面する、汗が出る、吐き気がする、胃のムカつき等の症状がある。こうした強い不安を避けるため、また人に知られたくないと考えるあまり、社交不安障害患者は、周囲の人々との接触や、人前での活動を避けるようになり、日常生活に支障を及ぼすことになる。 また、症状が慢性化すると、うつ病やパニック障害などが併発する危険性がある。症状はパニック障害と似ているが、パニック障害が死や精神的におかしくなってしまうことに対する強い不安であり、発作的に症状が発現するのに対し、社交不安障害では人や社交場面に対する強い不安であるところなどが異なっている。 自殺を考えたことがある人の割合は、うつ病の人よりも多く、実際周囲の人が思っている以上に、患者たちは悩んでいると言われる。生涯有病率は3から13%と言われて、おり決して稀な病気ではない。5歳以下など世代を問わず発症するが、特に15歳頃の思春期に多く、一般的な不安障害の中で最も発病年齢の低い病気と言われている。 その一方、30から40代あたりに管理職につき、人前で話す機会が多くなり発症するといったケースも珍しくない。DSM をもとに作成された簡易構造化面接法によれば、以下のすべての項目に当てはまる場合、社交不安障害の可能性がある。治療的な介入するかを評価するために、社交恐怖評価尺度や、 リーベウィッツ社交不安尺度のような評価尺度の使用を考慮できる。正常な打ち気は侮辱されるのを恐れたり、知り合いのいないパーティーを怖がるといったものである。社交不安障害となるのは相当な苦痛がある、または生活に重大な支障があるものである。回避性パーソナリティ障害では、社交の回避は早期から始まって持続しており、行動パターンとして広くなっている。 広場恐怖症では回避は社交状況だけでない。原極性恐怖症も社交以外の状況を回避する。うつ病では意欲や興味の減退によって社交状況から退いている。回避性パーソナリティ障害、アルコールや薬物乱用、気分障害、他の不安障害、精神病や自閉症が併存している場合がある。自己治療としてのアルコールは 収集がつかなくなりがちで、高不安薬も種類によっては、不安が依存を招き、離脱が不安を引き起こすような状態に陥りうる。英国国立医療技術評価機構の2013年の診療ガイドラインに従えば以下である。うつ病エピソード以降の社交不安は、うつ病の治療に順じ、社交不安障害が先行している場合に、社交不安障害の治療がなされる。 社交不安障害のための認知行動療法である、クラークとウェルズ式か、暴露を含むヘインバーグ式によって、約4ヶ月間の15回ほどのセッションである。もし、これを断り薬物療法を好む場合には、認知行動療法を断る懸念について話し合われる。社交不安障害では、暴露を含んでいる認知行動療法が行われ、従来は慣れを目的としていたが今では異なる。 目的でなされるものもある。薬物療法では、選択的セロトニン再取り込み阻害薬である。S 下ロプラム、またはセルトラリンであり、反応がないか、部分的である場合には認知行動療法を追加する。S 下ロプラム、またはセルトラリンに反応しないか、副作用のため中止となった際には、フルボキサミン、パローキセチン、ベンラファキシンが考慮されるが、パローキセチン及び、 ベンラファキシンには、中止時に、スリー離脱症候群の可能性があり、過剰摂取時の毒性や、自殺のリスクが伴う。子供や、若年者では、心理学的介入によって、8から12回にわたり、社会的な状況に対する技能を訓練する。推奨されないのは、子供や、若年者への定期服用の薬物療法、あるいは、大人での定期服用の酸関係抗うつ薬。 抗精神病薬、抗転換薬、ベンゾジアゼピン、セントジョーンズワート、またはマインドフルネスベースの心理療法である。また、社交不安症の認知行動療法マニュアルも公開されている。その主な技法として、動画フィードバック、注意シフトトレーニング、行動実験がある。さらに、行動実験に加えて、インタビュー法も活用することができる。これは、 不安を感じる場面における恐れている事柄について他者にインタビューをすることで不安を感じる場面でも実際には他者は気にしていないということを認識できるようサポートする技法である。なお、リー・ホフマンは認知行動療法アプローチ心理教育の一環として治療に取り組む際に支えとなる次のような認知や考え方を提示している。ありがとうございます。